オリックス宮内オーナー、2017年7月12日撮影、より小さいアイフレーム SRC イコール、プス、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールボールドットニュース、エリアイコールレクタングルドット INNEWS、AAMSZ イコール 300X250、ONCJP イコール UTF8、ドレシゼスクローリングイコール、NO、HSP、エースイコール、0、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージンウスイコール、0、ウィズイコール、300、ハイトイコール、600、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きい、アイフレームより大きい、より小さい、西武 7-4 オリックス、8日、メットライフドーム目は笑っていなかった。開幕戦以来、今季2度目の感染となったオリックス宮内義彦球団。オーナー、82、は、見るに耐えない、とバッサリ切った。系統、失敗何度目や、球威落ち取ったからね。僕でも7回に変える。柔和な表情とは裏腹に土器を含んだ手厳しい言葉。系統策に苦言を呈した総帥は、試合終了を待たず8回。攻撃終了と同時にメットライフドームを後にした。先発山岡が暗転したのは2-1と1点リードして迎えた7回だ。先頭山川に低め変化球を拾われて左前に落とされ、堀に左翼線に2塁打を浴びて虫に、3塁。続く中村の4球で満塁とすると、ここまで2三振の外崎に、チェンジアップを左前に運ばれる逆転の2点的自打。直後に3塁鈴木隆の悪送球も出て失点し、一矢も取れず降板した。確かに継投のタイミングは難しかった。山岡は4回まで打者1人も出さないパーフェクト投球。6回を終えた時点で球数も86球だった。福良監督も、球数的にも余裕はあったし、ボー。ルも死んでなかった、と続投可能と踏んだ。深山投手コーチも、次の投手、中継ぎ、の兼ね合いもある。変えないといけない理由があれば変える、と説明した。オーナーが前回感染した3月30日ソフトバンク戦で、も開幕投手の西が 0-0 の8回に2失点して敗れた。現状では勝ちパターンが確立されておらず整備段階。安定している先発陣に頼らざる得ない部分もある。今季初の4連敗で開幕から2勝7敗。宮内オーナーは最後に、まあ、こんな日もあるでしょう、と明るい言葉で奮起を促したが、重苦しい空気が漂った。増井さとし、なぜ夏に売れる、長崎生姜シロップを飲むと、すごい、お尻が、1日5分で英会、話、話題のスマホ動画が今なら無料でお試し、驚き、59歳、薬味する大絶賛サプリ、6時起きでも余裕、実は、家を売りました、27年前の家が3800万円。その理由とは、スポンサード勝負の3年目、ブルオです。より小さいアイフレーム SRC イコール、プス、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールオーダー、エリアイコールパブ01、AAMSZ イコール 120X120、ONCJP イコール UTF8、ノレシゼスクローリングイコール、NO、スペースイコール、0、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージンウスイコール、0、ウィズイコール、120、ハイトイコール、120、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きいより小さい、アイフレームより大きい関連キーワードで検索プロ野球オリックス宮内義彦山岡。